吉川里氏は、日本の内務、警察官僚、弁護士。福井県最後の感染知事だが、現地には赴任しなかった。1906年、徳島県天群の海産物省の家に生まれる。熊本自習中学、第7高等学校増資官を卒業。1929年10月、文官高等試験行政科試験に合格。1930年3月、 東京帝国大学法学部英法科を卒業、内務省に入省し、宮崎県内務部土木科検地法科に勤務。12月、宮崎県知事官房文書課長。以後、島根県警察部刑務課長、道特別高等警察課長、熊本県警察部特別高等警察課長、内務省警保局保安課勤務、北海道庁拓職部長、愛媛県経済部長、 軍事保護院援護局指導課長、防空総本部総務局疎開課長、同施設局人員疎開課長、島根県内政部長、兵庫県経済部長などを歴任する。1947年3月14日、感染第35代福井県知事の小畑春和が4月の第1回統一地方選挙で行われる知事選挙への立候補準備に伴い一旦辞任したことを受け、 第36代福井県知事の事例を受けるも、現地へは赴任せず3月20日付で辞任した。そのため、小畑が4月12日の知事選で当選するまでの間は、県庁の北映像内務部長が知事代理となった。同年5月、民選初代兵庫県知事の岸田幸雄に招かれて、兵庫県庁に入庁し、総務部長を経て副知事に就任する。1954年、 県庁内で組織的な裏金作りが行われていると告発して、岸田に反旗を翻すが、岸田は吉川の告発を事実無根として吉川を罷免する。しかし、吉川はこの後も岸田の監督責任追及を掲げて、連日のように記者会見で岸田の辞任を迫り、県政の爆弾児と呼ばれた。神戸地検の捜査は吉川が裏金作りの首謀者として、 名指しで避難した工房長が基礎猶予処分となったことで不発に終わったが、岸田は県政混乱の責任を取るとして、半年弱の任期を残して辞任し12月12日に出直し選挙が行われる。この選挙は、吉川、岸田の友田れに終わり、社会党推薦の坂本マサルが当選した。兵庫県知事選で落選した後は弁護士となり、 衆議院議員総選挙に5回立候補しているが5回とも全候補者中裁会で落選している。1978年1月26日死去。去年73。ありがとうございます。